未来は褒めることからという新コーナーです。第2回は宇野昌磨選手とそのコーチ。独特なのはあんな場面でも拍手です。なるほど。現在スイスを拠点にしているピョンチャンオリンピック銀メダリスト宇野昌磨。多くの試合が中止となる中、練習に励んでいました。しかし昨シーズンは競技人生最大のスランプに苦しんでいたんです。去年11月のグランプリシリーズフランス大会、ジャンプで次々と転倒し、結果は8位。シニア転向5年目にして初めて表彰台を逃しました。宇野昌磨っていう名前に見合った結果を捨てなければいけないっていうのがあったんですけど、湧いて出てくるような楽しさとか向上心っていうのが少なくなっていたかなと思っていて、どん底の宇野を変えたのはフランス大会後から指導することになったステファン・ランビエールさん。スイス代表としてトリノオリンピック銀メダル、世界選手権連覇も達成した人物です。そんなランビエールコーチの指導は独特でした。振り付けの練習をする宇野、すると、あれ？一緒に滑っています。一般的にコーチはリンクの外から指導しますが、ランビエールコーチは選手に寄り添って一緒に練習するスタイル。バレーのレッスンも一緒。さらに驚いたのがこちら、転倒した宇野に拍手。一体なぜ褒めているのでしょうか。もし私が彼らの個性を無視してあれこれ毎回指示していたら、それなりの選手にはなるかもしれませんが、素晴らしい選手にはなれないと思います。食べなかった先生に怒られるっていう先生っていう立場ではなく、解決の糸口を一緒に考えて次に向かって考え込まないように言葉を選んで接してくれますし、その指導が実を結んだのが、あのどん底を味わったフランス大会からわずか1ヶ月後。4回転ジャンプを次々と成功させます。演技後には笑顔。復活の優勝、羽生結弦に初めて勝利しました。ステファンコーチの下で練習するようになって、スケートの楽しさっていうのを改めて知ることができて、本当にスケートを諦めなくて、あそこで諦めなくてよかったなって思ってます。褒めることで宇野にスケートの楽しさを思い出させたランビエールコーチ。彼が考える未来は褒めることから。心で選手と接すること、選手に何かを与えるのも与えられるのも好きです。彼らが自立してもう僕が必要なくなることが目標です。